透析で使うシステムのプリンターです。すごいコストがかかってまして、もうちょっと安い経費のプリンターはないかなということで探してみました。結構患者さんが多いもんですから、たくさんの枚数吸ってます。コストを計算してみたら8万枚ぐらい吸ってたんですけど、1枚あたり10円以上かかってたということで、8万枚で1枚10円というと80万円なんですね。結構な金額がかかってちょっとびっくりしたっていう、もっと経費の少ない早いプリンターがないかなということで、インクジェットがちょっと安いってことだったので試すことができればなと思って、出てくるスピードが速い、全くにじみがなかったですね。今まではコストで一時カラーをやめてたんですが、オフィスジェットにしてカラーにしてます。今までのレーザープリンターを考えると、トナーの交換、ドラムの交換頻繁ですので、定額パックっていうのがあると予算的にもだいたいいくらかかるっていうのが分かるんでいいと思います。定額パックで保守サービスもしていただけるということで、結構プリンターって壊れやすいんですよね。だから保守サービスが充実してるっていうのは助かると思います。今パンフレットとかなんかも作るシーンがあるんですけど、まあ、印刷屋さんに頼むと結構たくさんの枚数すらなきゃいけないんで、いつも無駄になっちゃうんで、プリンターでカラーで印してパンフレットみたいなのを作れればいいなと思ってます。